皆さんこんにちは。貝塚いぶきの剪定については、以前ナンバー74でもご紹介したことがありますが、今回はまた別の現場での例をご紹介したいと思います。今バックで流れているこの辺りはとても日当たりの良い場所に生えていますが、左の方に行くに従ってお向かいの家の影になって、少し日当たりが悪くなっています。日当たりの悪い場所では、頭頂部だけがツンツンと長く伸びて、下枝の方はあまり芽が出ません。剪定の仕方としては、上の方は強めに切り戻しをし、下の方は軽く切り詰めます。上の方ばかりが濃くならないように、上下のバランスをよく見ながら剪定するのがコツです。上の方と下の方での手の入れ方の違いをご覧いただきたいと思います。まず最初にお隣側を先に剪定します。なぜなら、お隣側は出っ張らないように強く切り戻す必要があるからです。より強く切らなければならない方を先に切って、その後こちらの庭側から濃さを調整していきます。作業としては、このように伸びた新芽を中の方に切り戻すわけですけれども、枝先を切ることばかりに集中してはいけません。切ろうとした枝が内向枝や越境枝などであったら、付け根までたどってちゃんと付け根で切ります。この枝は向こうの方から来ている越境枝なので、手を伸ばして付け根で切ります。こういう不要な枝を見逃してしまうと、無駄に茂ってしまいます。先ほど申しましたように、頭頂部の方は特に強めに剪定することを心がけてください。枝先だけを詰めるのではなく、なるべく下の方の葉っぱのあるところまで切り戻します。浅いところで切らずに、切り戻せるところを探すなり、なるべく下の葉っぱのあるところへ切り詰めるなりします。この場合は切り戻しています。残った枝を葉っぱのあるところで切り詰めます。積もっている枯れ葉をよく払い落としながら、無駄枝を抜いていきます。頭頂部においては、特にこの枝抜きは重要な作業です。ちゃんと枝抜きをしてから、枝先の切り詰めで整えます。交差枝や絡み枝をちゃんと抜いてから、枝先を整えます。前回の貝塚の動画の時に説明しましたけれども、貝塚いぶきは強い剪定をすると、スギッパというチクチクした葉っぱが生えてきてしまいます。ですから、実枝は細いうちに処理しなければなりません。また、太くなった実枝を切れば、スギッパが出るリスクは生じますけれども、それを理由に実枝を切らないという選択はありえません。実枝の除去を先延ばしすればするほど、スギッパが出るリスクは高まるからです。スギッパが出てしまうからとか、穴が開いてしまうからとか、言い訳をして実枝を切らないのはナンセンスです。何年先送りしても、実枝は所詮実枝です。
枝先の切り詰めは数があって大変です。丁寧にできれば良いのですが、急いでる時はこのような切り方もします。でもこのような時でもなるべく刃先を切らないように軸で切るようにすると仕上がりが綺麗です。急いでいてもこのように軸で切りたいわけです。どのようにハサミを使うのかというと、このように横向きにハサミを入れずに斜めにハサミを入れます。これはちょっと熟練が必要ですが、刃先をあまり開かず狭めた状態で突っ込むと軸が捉えやすいです。お隣さん側の剪定が終わりました。庭側に回ってきました。ちょっと杉っぱが出ていますね。杉っぱは正常なところまでを切り取ります。杉っぱもこの程度の段階ならそれほど痛くありません。こんな風になってしまうと結構痛いですし、見苦しいですよね。まあこのぐらいはしょうがありませんよね。杉っぱになりかけている枝も早めに取っておきます。毎年手入れしていても枯れ葉はたまりますね。杉っぱになりかけている枝です。時間があれば枯れ枝も丁寧に取ります。この枝はちょっと遠くから来ている越境枝ですね。先ほどちょっとお話ししましたけれども、先を急いで目先ばかりに気を取られているとこういう忌み枝を見落としてしまいます。先に付け根で落としてしまえば仕事が完結するのに、枝先に気を取られているとこのように剪定を始めてしまいます。散々いじってから後でこれはいらない枝かなんて元から抜くようでは無駄な手間をかけたことになってしまいます。忌み枝や不要な枝の枝抜きを終わらせてから枝先をいじりましょう。頭頂部はかなり強めに切り戻さないと程よい濃さになりません。杉っぱとの駆け引きですが、最後に枝先を整えます。
枯葉をふるい落としながら上から下へと剪定していきます。枯れ枝は残しておいても意味がないので、時間が許す限り取ります。枯れ枝が多くなると、そこに枯れ葉も引っかかりやすくなりますから、なるべく取りましょう。剪定をする前にこのようにあらかじめ古葉をある程度ふるい落としておくと作業が楽です。また蜂の巣などがある場合もありますので危険が予知できます。先日ご紹介したこの腰の弱い熊手を使うと枝を傷めたりすることもないので良いと思います。爪が柔らかいので枝を折ってしまったりもしません。一見乱暴に見えますが大丈夫です。枯れ葉を落とすだけで結構すっきりするんです。枝の流れも見やすくなります。さて下の方の剪定についてですが、下の方はあまり強い新芽は出ませんが、それでも枝の分岐はどんどんしていくので適度に切り戻しをしないと枯れ枝が増えてしまいます。特に下に垂れ下がりすぎている枝は切って枝を軽くします。枝先の切り詰めは上の方ほど神経質にならず、ちょっとラフな感じでも大丈夫です。すでにお隣さん側は切ってあるので、あまり透かしすぎないように濃さを調整していきます。上の方と下の方の切り方の違いを簡単に図で説明します。貝塚の頭頂部の場合は他の多くの針葉樹などと同様に芯になろうとする立ち枝がたくさん出ます。これらの上に行こうとする樹勢を横向きの脇枝に切り戻して樹勢を逃がします。絡み枝などの忌み枝を整理すると枝の間に適度な空間が生まれます。次に下の方ですけれども、
下の方はだらしなく垂れ下がった枝が増えてきますので、これらを整理します。出過ぎた枝先を軽く切り詰め、垂れている枝を少し整理すると、枝自体の重みが軽くなり、少し枝が上に上がります。もともと木の下の方は枯れ枝も多く、空間が空いています。これに対して樹幹の方は枝数も多く、強い芽もたくさんあって、かなり混み合っています。下の方と同じようにとまではいかないまでも、樹幹に空間を作ることを心がけ、頭でっかちにならないようにうまくバランスを取るようにしましょう。さて現場に戻りますが、もうこの後は解説はいらないと思いますので、お時間のある方は眺めていってください。
疲れましたね。終わりにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。